北原太蔵は、日本の政治家、特農家、長野県駒金市長、長野県上稲郡阿赤村生まれ、旧正院伊田中学を経て、大正6年東京帝国大学の岡大学の農地実地見習いを修了、同附属果樹園主任となり、同9年企業ヶ原に、北原農場を開設し、果樹野菜栽培や、畜産の先駆となる、昭和22年長野県議会議員となる、 同26年欧米各国を視察し、同27年長野県人事委員会委員長、長野県総合開発審議会会長を経て、同31年駒金市長選挙に当選した。在任中は、上水道や簡易水道の給水事業、長野県立駒金病院、私立救護施設駒金順天漁の開設、ゴミ焼却場、稲衛生センターの建設、 中央アルプス駒ヶ岳ロープウェイの開通や、駒ヶ根高原の開発に尽力した。退任後は、同44年長野県草地協会を創設し、顧問となる。その他、長野県市長会長、長野県日中友好協会副会長、日本赤十字社長野県支部評議員、中央アルプス観光会社顧問などを歴任した。昭和40年王女法省 同四十一年く四等随法省受賞。著書に、ニューヨーヤギの実際、実験家庭ヤギ氏育法がある。号は、竹雲山人。AB、日本の歴代市長、P288. ありがとうございます。